はい、ということで今回ね、革命の神器2箱目ボックス開封やっていきましょう。ということでね、今回当たってない X レア、当たってない X レアの、赤色かもしくは白、そこら辺が出てくれないかなって思ってるんですけども、あとはマスターレアですね。マスターレアの赤の青龍の、なんかかっこいいやつがいたと思うんで、あれ狙いでいきましょう。パラレルとか WX はね、狙ってそうそう出るもんではないので、出たら嬉しいなっていう、そんな感じで、狙いは赤の X もしくは白の X、 あそこが出てくれるといいですね。はい、アライニアですね。紫のレアアライニアです。アライニア以外のトラッシュにあるアライニア以外のスピリットカード1枚コストを知らずに召喚できるか、幼者を召喚できるですね。で、2パック、同盟以外の幼者が出てくるよっていう、幼者なんで、なんか強いのが出てくれると一番いいかな。キャット、レイバテイン、トール・バルハランスが破壊された時回復するか。で、ロックガン・シャドウスライサーで2パック目。あ、かっこいい。あ、X レアか。X レア。あ、キャンペーンの白ね。キャンペーンの白の X レア。六甲子、ノーブル・サージェント、ワグナーですね。ワグナーです。白のキャンペーンカード。そっか、びっくりした。X レアはなんか違うのが出たと思って。キャンペーンの白。こんな感じのやつでしたね、確か。で、3パック目。ペンタン、ブレイドラ。ブルーブレイズ。お、ヒーローケースね。ヒーローアカデミアとコラボしてもいいけどね。ヒーローブレイズ。アントレーヌ、戦闘、メビウスドラゴンの、通常版。通常版です。メビウスドラゴン。これイラストかっこいいんですよね、これ。すごいかっこいい。なんかデュエルマスターズチックなイラストなんですけども。かっこいいよね、このメビウスドラゴン。青龍です。で、4パック。はい、4パック。ということで、キャンペーンというか、このポイントをね、出してるのは出してるんですけど、デジモンからポイント入力してないので、このポイントがすごく溜まってます。打つのがね、結構めんどくさいんですよね。1箱に5枚入ってるんですけども、1箱に5枚。確か5枚入ってましたよね。500ポイント分ぐらい。入ってるんだけど、ボックス開封していくとね、結構溜まるんですよね、それが。本当に。で、次5パック目。マーゲイ、クレシェール、ワイラー。お、2コスト2軽減の新しいやつ。あ、コープバリア。これ何枚やっても嬉しいコープバリアですね。今後も使うと思うんで。メテオブルムリバイバルです。新しいメテオブルム。前回 X だったんだけど、レアに格下げされてます。どうせなら X レア収録してほしかったんですけども、このレリーフ加工がね、なくなったのがすごい、残念です。ビッグマウス、レッドスライト、スプライト、ハートナイトジャック、グリムゲリデ、トランプオブパイレッツ、トランプオブパイレッツ、パイレッツでもトランプか、国上、オールリフレクシオンで、武装ですね、武装、神獣の、降臨、神獣かな、ガンブレイブか、神獣か、神獣の、降臨ですね。そして7パックで、タケノコ、タケノコドコド、はい、マーゲイ、ピットブルー、ラビット、クワガシマ、シャドウスライサー、ラニアケア、で、マスターレアね、グリードックパイレット、はい、グリードックの、降臨バージョンかな、で、リメイクされてるやつです。グリードックのリメイクで、サーチパック。ヒーローブルーブレイズ、ゾンビドラゴン、イーグル、ジニエル、天霊、誕生神を手札に加えるか。で、結界、テロスドラゴン、
角竜の山で、あ、ロングノーズレアですね。レアです。で9パック、うん、まあまあキャンペーン1のマスター 1X レア1ですね。で、スキュールドラゴン、ロッドワイラー、デブリス、デブリドラゴンですね。エーレン、なんか名前読んでるけど若干違う名前を読んでる気がするんですが、レイバテイン、あ、ゼロイ、ゼロイシューターですね。ゼロイシューター、これ強いと思います。アタック時に相手は、うん、合体アタック時に、ブレイブアタック時ですね。ブレイブアタック時に相手は相手のリザーブのコア1個を取らしに置かなければアクセルまたはマジックを使用できないと、うん、でさらに降臨中の時コスト、3コア払わないと、まあ、使えないっていうやつですね、うん、まあ、これで、うん、まあ、さらに6コスト4軽減でね、2コストで出てきて、まあ、マジックを相手に使わせなくしてくれるんで、まあ、非常に強いマスターレアです。で10パックラスト、あ、そう、これが欲しかった、前マスターレア聖竜ですね、うん、手元からも降臨できます、このガード、赤のコスト6以上に降臨できます。で手元からも降臨できます。であと、フラッシュのアクセル効果コスト6で、1万2000以下すべて破壊するんですよねこれ、まあ、そんな感じの、まあ、イラストはねすごくかっこいいと思います、うん、なんかまあ、デュエルマスターズみたいなイラストになってますけど、うん、まあ、これでマスターレアが3種類で3枚で、次が右側、ここから右側ですね。右側の浮遊率、まあ、X レアもう1枚出てくれるんで、あとは白かな、白が出ると一番嬉しい、ジークリンで白の、レアで、あとはキャンペーンのあれか、奇跡の方かな、3種類中の1枚のキャンペーンが出てくれるんで、そっちでもう1枚黄色が、なんとか黄色出してくれないとちょっときつい。はい、次、あ、デスモナー、デスデズデモーナー、デズデモーナーですね。はい、これね、うん、これそうか、レアか、レア収録かこれ、そっか、コモンノーマル収録だと勘違いしてたけど、これレア収録なんですね。うん、だとするとちょっと集めにくいようなこれ、うん、今のところ1枚しか今出てないんで、もう2枚このカードが欲しい。で次レベリオン、隠し港、あ、ララファエル、あ、これもレアね、ララファエルリバイバルのレア、うん、レアになりました、ララファエルです。ということは、まあ、今後ねここら辺のシリーズの、うん、というかララファエルが今収録されるっていうことは、なんだっけ、剣編の主人公的な、スピートたちは今後リバイバルされるときはそーっとリバイバルされるんですね。ボンドロン、まあ、キザクラのエーススピートはこうやってそーっと収録されてるんで、あとはナインテイルかな、ナインテイルか、そこら辺もリバイバルされるのかな、されるとしてもララファイル使っちゃってるんで、うん、シレット入ってくるのかな。ソーシーレーブですね、ノブロード、あ、そう、キャンペーンの赤色ですね、キャンペーンの赤色、うん、かっこいいねこれ。自分のトラッシュが赤のシンボルのみ、さらに3つ以上の時に、このターンの間自分のスピリットの効果で相手のライフのコアが減る時に減るコアプラス1個を効果で減る時、ということは砲撃で減る時にプラス1個減らせます。ディアヌスね。で、次6パック、コップ、あ、魔界地匠ね、魔界地匠組みたいよね、魔界地匠、オリフィア、あ、グリードック号、青緑のネクサスです、グリードック、はい、お昼ですね、お昼のチャイム鳴ってます。7パック目、ダイナモドラゴン、キャット、コガ、コープバリア、トゥーマパーティー、あ、緑 X の、ゴクマザンですね、緑 X ゴクマザン、コスト4以上の、降臨です。うん、でラスト8パックマスター、そうか、ララファイルがマスターレア、ララファイルマスターレアですね、マスターじゃないってことはマスターがもう1枚出るはずなんで、
マスターもう一枚なんかいいのやつか、WX か。はい。あ、ペンタンじゃない、赤のペンプレス。ペンプレスのリバイバルバージョンかな。ペンプレスのリメイクか。女帝ペンプレスっていうカードがね、あるんですけど、まあ、それのなんか親戚みたいな。で9パック、ライトニング、穴、ロックガン、スナッチで、エグゾーストですね。エグゾーストエンドとかいうカードもあったと思うんですけども、あれマスター出るよね、もう一度出るよね、うん。イーグル、ビッグマウス、フーガー、トゥール、ワンダーランド、ウェーブで、ジュラ、この次がマスター。あ、バルムンクガンモード、あ、いいの出た最後。バルムンクガンモードです。召喚時バースト破壊できます。でコスト6で4軽減なんで、2コアでバーストを破壊できます。これ、うん、これ素直に強い。はい、ガンモード出ました。バルムンクガンモードですね。うん、まあ、今回当たったのはこんな感じです。X レア、メビウスドラゴンと、緑、赤色ない、赤と緑です。で、キャンペーンが白と赤。はい、でマスターリアがここだね、ここだね、ちょっと雑だけどここだね、この4種類だね。マスターはマスターリア何種類だっけ。マスターレアが8種類中なんで、8種類やっての4枚なんで半分出る感じ。うん、まあ、当たりはガンモードかこのゼロイシューターかな。ここら辺が出てくれるとマスターレアはだいぶ当たりなような気がしてます。で残りがレアが24種類中の12枚、うん、出てます。で1箱さっき開封したんですけども、まあダブリのレアカードがあったんで、まあ12枚ばらけて出るか、ダブリがあるのかっていうのはまあ分かんない感じですね、レアに関しては。で今回2箱目、結果こんな感じになりました。ということで今回は2箱目のボックス開封動画でした。